アルバン・ベルクのバイオリン競奏曲は1935年8月11日に完成された。おそらく、ベルクの最も有名な作品であり、なおかつ最も演奏回数に恵まれた作品である。ある天使の思い出に、の展字が付されているが、時に、これが、副題のように見なされることもある。バイオリニストのルイス・クラスナーによって移植された。ベルクは初めてこの移植を受けた時、 オペラ、ルルに取り組んでおり、しばらく競争曲は手付け数のままであった。しかし、アルマ・マーラーがバルタ・グロピウスと設けた娘マノン・グロピウスが18歳という若さで休止する。ベルクはマノンを可愛がっていたため、この不法を知ると、オペラを一旦脇にのけ、クラスナーから愛食されていた競争曲を、ある天使の思い出に捧げるものとして作曲に取り掛かった。つまり、 ある天使とは、マノンのことである。バイオリン競争曲の作曲は、非常にはかどり、2から3ヶ月で脱行したが、無視さされから敗血症を起こしたベルクは、この作品が、自分自身へのレクイエムにもなるであろうこと、そしておそらく、ルルを完成できないであろうことを察知した。ベルクは1935年12月24日に、救世し、 バイオリン競争曲はベルクが最後に完成させた作品となった。したがってベルクは本作の実演に接することができず、ルルも未完に終わった。演奏時間はおおよそ25から30分。二つの楽章で構成されているが、各楽章はさらに二つの部分に分けられる。アンダンテに始まる第一楽章は古典的なそなた形式によっており、ダンス調の アレグレットが後に続く。この後半部分ではケルンテン地方の民謡が引用されている。猛烈なアレグロに始まる第二楽章は単一のリズム細胞にほとんど依拠している。この部分はカデンツァ風と評されるように独創バイオリンパートが非常に困難なパッセージに貫かれている。オーケストラはクライマックスに達するといよいよ激しさを募らせる。 最終部分は、アダージョの速度が指定され、より穏やかな雰囲気に転じる。第一楽章は現世における、マノンの愛すべき音楽的肖像であるが、第二楽章は、マノンの闘病生活と死による浄化が表現されている。他のほとんどのベルク作品のように、本作品においても、恩師アルノルト・シェーンベルク譲りの重音技法が、より自由な様式によるパッセージに結びつけられている。 通常の十二音作品の場合と同じく無調整による作品でありながら超的な中心を感じさせる点で得意である。これは民謡やバッハのカンタータの引用に明らかなように本作品が調整音楽と関連付けられているためもあるのだが数のように基礎音列が単三和音と超三和音の交代からなるためである。そして最後の四音は 全音音階を含んでいる。各的層音列によって、無調整と調整の葛藤が基礎付けられるのである。十二音の音列なので、半音階のすべての音がここには含まれている。しかしながら、調的な要素も強力に流れ込んでいる。音列中の最初の三音は、途端調の手話音を構成する。次の三音は二調調、その次は異端調。 さらにその次は補聴調,調の分散和音という具合である。そして最後の四音が全音音階なのである。ついでに言うと、この音列はバイオリンの開放弦を低い方から高い方へと順序よく含んでおり、作品の開始部分に現れるのがまさにこの動きである。音列の最後の四音である上昇全音音階は、コラール、ワレミチタレリエスイストゲノクの冒頭句に一致する。 ベルクはこれを、バッハのカンタータ第60番、おええによ、何時恐ろしき言葉よの終曲から直接引用し、クラリネットの合奏に演奏させている。ヤンリコ、メロディン、フォムコーラルツームラーガ、ジャンレイ・シャオン、で、2014年9月6日時点のオリジナルより、アーカイブ、2014年9月7日閲覧、バイオリン競奏曲の楽譜、 国際学フライブラリープロジェクト PDF として無料で入手可能。ありがとうございます。